皆さんごきげんよう。ずるいことは許さない、東京都議会議員のお姉こと上田玲子です。いよいよ総裁選もデッドヒート、最終コーナーを回ろうか、そんなところにいよいよ差し掛かってきたところだと思います。お姉は地域政党自由を守る会代表ですが、自民党の党員でも自民党の都議でもないんですが、先の都議選では上田さんに入れましたので、今回は高市さんに、河野さんに、岸田さんになんてお問い合わせがちらほらいただいておりますけれども、残念ながらお姉は自民党の党員でも都議でもございません。党員ね、なりたくてもなれないで、所持なる予定もないんですけれども、やっぱりですね、国政がその後区市町村、まあ、東京都ですね、都道府県と降りてきますので、これはもちろん注目をしております。最近のフジテレビの世論調査では、河野太郎さんが 47%、 岸田さんが 18%、 高市さんが 28%、 野田聖子さんが 4% となっておりますが、私がちょっとね注目しているのは、論文の厚志さんが、個人はね、彼個人は石破さん支持なので河野太郎さんだと言っているにもかかわらず、高市さんが 57% で、河野さんが 27%、 岸田さんが 12%、 野田さん、聖子さんが 4% というふうになっておりまして、ネット民ではやはり高市さんに期待する声が大きいようにお見受けしました。で、私個人もですね、野田聖子さんがやはり参戦してから俄然ですね、関心が高まってまいりました。高市さんはやっぱり国防問題を良識右派としてですね、しっかりやりたいと。そして野田聖子さんは、ご自身障害を持つお子さんのお母さんとして、当事者目線でのリベラルな政策を打ち出されている、この2人の女性が出ているということは、非常に大きな一歩だというふうに思っております。ですので、私もですね、何が嬉しいって言ったらね、もちろん小池百合子知事もその昔総裁選出られましてですね、ガラスの天井かとかね、ここはタリバンもいないのにとかおっしゃってましたが、無事ちゃんと2人の総裁候補が出まして、ちゃんと大学も卒業しておりますからね、高市さんもですね、野田聖子さんもね、無事卒業されているということに期待をしたいと思っております。で、何よりももう小池知事は官邸への道をしっかりと諦めていただける、この道筋が明らかになったのが私としてはほっとしております。もちろん小池都政はお願いますので、しっかりと監視をしてまいりたいと思います。政策的には脱無駄プロジェクト、民主政権で失敗した事業仕分け、実はそれ先に自民党がやろうとした、その立役者が河野さんということで、お膝元にはみんなの党時代力を合わせた中西健治さんも今度衆院に鞍替えということで、政策については河野太郎さんを注目しております。一緒にお姉と共にですね、お金八目で総裁選見守ってまいりましょう。またお目文字しましょう。